やあ、施設の圭介だよ。小暮らし巡る愛の名を続きからやっていきます。続きはこれか、蓮見姉妹と共にっていうチャプターから始まるらしいんですけど、前回のあらすじ、前回ね、まあマナカちゃんがさ、マナカちゃんがもうカップ麺好きっていう、カップ麺にめちゃくちゃ情熱注いどるってこと、情熱とお湯注いどるってことしかわからんような回だったような、オープニングが流れたけん、そっちも注目どころだったかな。まあいいや説明下手くそやけん、まあ説明はあんまりせずに行こうよ。で、ハルヒト制服似合ってるじゃんのところで終わったんじゃ。そうかな。フライハイド学園の制服は予想外に着信地、着心地か着信地ってなんやねん何かが墜落した後みたいな感じの話になったんや着心地やなこれ着信地ってなんやねん。どうやらスウェット生地が織り込まれているようで、一般的なブレザーに比べて伸縮性がある。なんでこんな作りになってるんだろう。動きやすいようにかな教室ですごい自由気ままに暴れ回るやつらがたくさんおるけん、それ前提に作られとんか。学校のホームなどういう配慮しとんねん。そう言うとモナカはその場でくるりと回ってみせる。そのまま家の方に顔を向けると大きな声で呼びかけた。しずく行くよ。すると玄関からしずくの声が聞こえてくる。わかった、ちょっと待ってて。玄関というのはもちろん蓮見家の玄関だ。あ、できた。あ、めっちゃ眠そう。あ、しずくちゃん結構朝弱いタイプ。おはようございます、今日も寝不足です。どうした昨日。え、マナカちゃんに誘われてオールナイトでゲームとかやりよった桃鉄50年ぐらいやりよったんじゃん。しずくが目をこすりながら玄関から出てくる。また遅くまでキッチンで何かしてたの。うん、今日のはあんまりうまくいかなかったから朝ごはんで食べちゃった。で、お姉ちゃん家に、お姉ちゃん家にいないと思ったらハルさんのとこに行ってたんだね。ハリと昨日引っ越してきたばかりで食べ物ないと思ってさ、新作のカップラーメンも食べてほしかったし差し入れに行ってたんだ。あの若いやつ、ハルさん朝からよく食べれますね同情されてるわ。しずくがいかにも辛そうな表情で俺を見る。まあこれが普通の反応だろう。おかげで目はバチリ覚めたよ。あっ、しずくはまだ眠そうだけど大丈夫。歩いていれば目を覚めてくるので大丈夫です。よっしゃ、そっか、じゃあ僕が目覚めのキスをしてあげよう。マラカも特に気にしてないところを見ると、これがしずくの日常のようだ。夜な夜な料理の試作をしてるってことか。電柱にぶつかったりしないでよ。そんなベタな人お姉ちゃん以外に見たことはありませんお姉ちゃん言われてるぞ。お姉ちゃん、そんな覚えないよ私はモナカちゃん自身に覚えがなくても、しずくちゃんから見たらそういう感じなんだろう。慌てて否定するモナカ。いや、あったんだよ。過去に踊りながら歩いてて思い的に激突したいことがあったんだよ。もう行くよ二人とも。ブン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 。マラカが勇み足で歩き始める。普段はこのまま歩いて学校に。そうだね、下間の方まで降りてスクールバスに乗ることもできるけど歩いた方が早いしね。昨日はとりあえず歩いて帰ったから、自宅から学校への最短ルートはまだ知らない。なんとなく土地勘はあるのもの、今日は素直に二人についていくことにしよう。歩くとどれくらいかかる？ゆっくり歩いて30分くらいかな。結構かかるでないか。できれば自転車が欲しいなこれ。30分か、また微妙な時間だね。雨の日では学校に行く気がなくなります。静が小さくため息をつく。雨の日が似合いそうな名前なのに。確かに静って名前やけんな。関係あるかボケ関係ないわ。そんな感じなん。あー、なにこれ、合流した。みんなもう赤い糸でつながっているようなごとく合流した。そこにはタクマ、ツネスダ、セリカの姿があった。おはよう、やっぱりみんな集まってたね。おはようございます。うい、おはよう。うはう。みんなのテンションは示されたかのように異様に高い。
おはよう。みんな揃ってどうしたの？まさかお前らこれから校長のところに殴り込みに行くとか言うんじゃないだろうな。やめろ、自由だからって。校風が自由だからってそれはやめとけ。いや、退学になったりしたらもうそれこそ下にならんて。どうしたじゃねえよ、ハリキの発動校だからな。お前は俺のおとんか。今日はもうここで待っててやろうと思った。こいつらも同じこと考えてたようだぜ。お父さん2人とお母さん3人みたいな構図になってる。ふっ、僕はあくまでセリカの声としてここにいるまでだ。どうした常田、いきなり声が変になったぞ。あんたが一番嬉しそうにしてたじゃないの。セリカと、常田は家の方向が同じだからよく一緒になるんだよね。ほとんど毎日で。絶対常田だ、セリカ様とか言うてさ、ついていこうとしてるぞ。ついさ、やめとけ。そろそろやめとけ。ストーカー疑惑かけられるぞ。やめとけ。だって同じ方向なのに別々に投稿するなんて寂しいっしょ。大切な時にいねえくせに何そんなこと言ってやがる、ツネさだ。おはじきのようにピンと飛んでいたね。タクムが勢いよくツネの背中を叩く。どうなったん？あ、ちょっと浮いたな今。ほんと。セリカにも何かあったのか。昨日昨夜の出来事を思い出す。確かに護衛を名乗るならあの場にいるべきだったのかも。残念っすね。こいつは昔からいてるところで絡まれてるからな。これがこの場にいれば。そう言いながら右手を押さえ出す常。うん、常、そんなことしたってかっこよくないぞ。たとえ右腕から何が出ようと昨日の連中には聞かないだろうけれど。常さんじゃ無理ですよ。一個下の女の子にそう言われてる常は大体弱いんだな。だいぶ弱いんだな。あっ、しずくひどい。俺の知らない間にしずくすらそんな目で見られるようになってしまうのか。残念つね。みんなでやりとりを懐かしみつつ聞いていると、たくまがひょいと俺に顔を向ける。よし、ちゃんと歩いてる顔を見られたことだし、そんじゃ俺は腹減ったから飯食いに行ってくるわ。顔見に来ただけかいなお前。お父さん要素どこ行ったのお前。え、今から学校は。俺の言葉に構わずたくまが厳しさを返そうとした時、しずくがすかさず腕をつかむ。ダメ、また授業をサボるでしょう。一元がお兄ちゃんを待ってるから。え、言ってることはわかるぜしずく。でも言う相手間違えてやるだろう。俺に勉強求めちゃいけないぜ。勉強がお兄ちゃんを求めてるんだよ。それにハルさんがせっかく帰ってきたんだし。分かった分かった、今日はサボらずに学校に行くよね。しずくに注意されたタケマが慌てた表情を見せる。おお、妹キャラっていうのはさ、どうしてもお兄ちゃんは妹キャラっていうには逆らえないもんだな。俺妹はおらんけんわからんけど、この二人の関係も昔と変わらないな。さあ、そろそろ授業始まっちゃうし、みんな行くよ。歩きながらフリンクマナカはどこか嬉しそうな表情をにじませていた。そしてマナカ電柱。さらっと流したやん。面白いところだったのにさらっと流したやん。楽しい時間はあっという間に過ぎ、気づけばもう学校まで来ていた。マナカまだ痛む？ぶつけない。マナカは電柱にぶつかってからずっと後頭部をさすっている。後頭部、あ、バック白が一気だったんです。うん、痛みはだいぶ引いてきたよ。まさかこんなに早々にフラグを回収するなんて。さすがマナカだよ。ヒューヒュー。フラグ回収士マナカ。ねえ、それが怪我した女の子に言うセリフ。はいはい、怪我した女の子に言うセリフだね。怪我したところ僕が舐めてあげるよ。まあまあ、なんともなさそうでよかったって。
アンパンマンがおったらすかさずアンパンを自分の顔を食べさせようと、はいどうぞみたいな感じで手渡しすることであろう。結構痛そうな音がしたからみんな心配だったけれど、軽くタンコブができた程度で済んだようだ。村香ちゃんの頭の構造が気になる。念のため保健室に寄ってから教室に向かうことにした。それじゃあ私は、あ、常やな、常の名字やな、坂井くんだったかな、くんと一緒に先に教室行ってるから。ほら、真中をよろしく。うん、じゃあ俺も常里と聖火についていくわ。お兄ちゃん、分かってるって。勉強が俺を求めるんだな、しずく。勉強が求めとるたくまってどういう人物なのか。勉強が求めるてるんだぜ。むしろたくまが追い回しそうな。で、勉強が、へーへー、こっちに来ないでみたいな感じで逃げそうな感じですが。みんなに手を振りながら、真中と一緒に保健室へと向かった。そうだぞ、みんな。恥ずかしがらずにコメントしようぜ。あ、でもね、多分今回の視聴者さんのさ、コメントできない理由っていうのはさ、恥ずかしいからコメントしないんじゃなくてさ、なかなかゲームの内容についていきれないっていうかさ、これまでの内容全く見てないからさ、今回から見てもさ、何のさ、どういうコメントすればいいか分からんような状態だからコメントしないんだと思うな。残念ながらね。保健の先生に見てもらったが、特に問題はないとのことだった。マラカちゃんの頭の構造が気になる。教室に入り席に着くと、ちょうどホームルームが始まる時間になる。カランコロンカラーン、カランコロンカラーン、ハミハミハミはハミハミハー。ふたぶし先生でこうやってどんな感じで言いよったっけ。みんな揃ってるかー。こんなんでいいかな。あ、もうちょいやる気なさそうな読み方の方がいいかな。扉を開け、ふたぶし先生がやってきた。やってこなくてもいいのに。まだいたいるか。こんな感じでいいかな。教室内を一部すると出席も取らずに話が進む。いや、それぐらいやれや。出席は取れや。相変わらず適当な先生だ。気に入ったぜ。今日の午後のホームルームなんだが、ついに来たぞ。学園祭についてだ。先生の言葉を聞き、生徒たちがざわつきだす。学園祭、時期的にはそうだけれど、転校早々大きなイベントが始まったもんだ。さあ、春人くん、クラスメイトについていけるか。ついていけないかったら、この学校に転校しても面白いことはないぞ。俺も結構楽しみにしてるからな。思う存分頑張ってくれよ。楽しみにしてないね、その喋り方。俺の読み方の問題やけどさ、それ楽しみにしてるような言い方じゃないね。そう言って先生は楽しげな表情を浮かべる。面倒くさがるのかと思っていたので、少し意外な感じがした。先生は授業時間が減って楽ができるからでしょ。まあ、それもあるな。そっちが本音でしたか。大人の本音で聞きたくないや。というわけでだ、クラスの出し物が何がいいか各自考えておいてくれ。こういう時で大体お化け屋敷とか喫茶店とかになります。さあ、この自由な幸福の学園祭ですよ。何があるかな。もうさ、奇抜なもんがあるかもしれんな。例えばさ、校長先生を釣り上げて生贄の儀式を行うとかさ。そう言い残し先生は教室から出て行った。もうそんな時期なんだね。1限までの小休憩に入ると、隣のモナカが話しかけてきた。フライハイトの学園祭ってどんな感じなんだったっけ。確か小学生の頃に一度見に行った気がするが、なんだか騒がしかったことしか覚えていない。あ、俺学園祭、ここの学園祭の時ね、1年の時なんかさ、みんながさ、それぞれ1個ずつさ、石を持ってきてさ、石の展示みたいな感じでやりよったで。あれ、これ、サイキクスの祭壇でもそういう話あったなっていう、そんな感じのやつがやりよったけどね。まあさ、高校1年生がやるような文化祭の内容じゃなかったね、あれは。で、2年生、3年生になったら、フランクフルトの出店やりよったよね。めっちゃ働いたわ、あの時。青春しとったわ。他の学校と変わらないんじゃないかな。去年は焼きそば屋とか占いの館とかあったよ。ほんまに変わらんのじゃ。自由な興奮の割には結構普通なんやな。あれか、
自由すぎてさ、何をやればいいかわからんで一周回って結局クズになるパターンのやつか。春人は何かやりたいものある？なんだろう、午後までに考えてみるよ。そう思っている春人の頭の中にはメイド喫茶の絵面が浮かんでいた。多分クラスの女の子にメイド姿の格好をしてもらいたいと春人くんは今思っている。午前の授業が終わり、午後のロングホームルームの時間になる。そんじゃあ今朝話した通り、今日は学園祭の立ち物を決めるぞ。進行はめんどくさいから霞ヶ崎頼むわ。セリカ様。突然指名されたセリカがピクッと肩を揺らす。ちょっと、もう少し段取りくらい決めてからにしてください。俺がやるより霞ヶ崎がやった方がスムーズだろ。委員長だし。委員長だったんだ、セリカ様。委員長だったんだ。やばい、同人誌とかでさ、委員長キャラって結構さ、エロい目に当てるんだぞ。そんな目で見ちゃダメだって分かっても見ちゃうぞ。それにフライハイトの催し物ことは、生徒主導で決めるのが校風だからな。先生、校風だからといって自分がサボる理由にするのやめてください。 PTA で訴えますよ。いつもそう言って丸投げするんだから、全く分かりました。セリカがしぶしぶと席を立つ。セリカ、クラス委員だったのか。言われてみれば態度も凛としているし、二文字先生よりも兄弟に似合っている気がする。確かに、もうこのまま教師って言われてもさ、もう通りそうなレベルで、なんかあれやな、大人っぽい雰囲気を出している。もう制服着てさ、教師のなんかスーツ的な服着とけばいいのに。じゃあ早速だけど、まずはいくつか候補を出してからね。案のある人は挙手をどうぞ。すると早々に常がスッと手を挙げる。我に秘策あり。却下。お化け屋敷がやりたーい。っていうか人間になりたーい。って却下。はよ。人ってやっぱこういう時は非日常を求めるものだと思うんだよ。お化け屋敷ってのは見る方もやる方もに非日常をブツブツ。誰か案のある人はいない？見事なまでのスルースキル、さすがセリカ様。そんなセリカちゃんに罵られても俺は文句言わない。イライラするけど。私、地図記酒井男子がパトラーになって、お帰りなさいませお嬢様って紅茶を出すの。おっと、ここに BL 好きがいるぞ。不女子だ不女子。おう、そんなら俺に任せとけ。俺以上のバトラーなんてこの学園にいねえからな。たくま、お前バトラーはバトラーでもさ、バトルする方のバトラーじゃないんか、戦う方のバトラーじゃないのか。たくま、バトラーの意味違うって。て、たくま、なんでここに。え、たくま、お前上級生やろ。ちょっと普通にできたけどさ、ツッコミそびれるね。上級生です。こう見えて上級生です。同じ学年ではありません。なのに何でここにいるのかっていう、そういうツッコミです。皆さんは分からないだろうけどな。いつの間にかおいとマラッカの間にタクマが立っていた。なんでって、授業はもう終わってるから遊びによ。お前のクラスは立ち物の話すらしないのか。そうか、しずくとの約束は授業に出ることだけだった。常もセリカもやいやいという表情を浮かべている。うんうん、タクマがバトラーなら確かに人気出そうだよね。タクマの描いているバトラーは違うんだけどな。もう喫茶店というよりかはさ、ストリートファイターになるからな。マラカはもはやどっちの意味で言っているのかわからない。おい、アマギリ、バトラーになるのは自由だが、俺のクラスに面倒事を持ち込むのはやめてくれ。先生、もう手遅れです。もうめんどくさがっている人が隣にいますからね。勝手なこと言うなよメガネ。というか突然現れたタクマに対して、俺以外に誰も驚かないことに驚いた。
自由ですね。むしろ喜んでたくまの方を見ている生徒もいるくらいで人気者ですね。バトラーさん、もしかしてこういうことが日常茶飯事なのだろうか。日常茶飯事ってどういう意味だっけ。というかお前、自分のクラスの出し物は決まったのか。ああ、俺のクラスは、え、もしかしてボクシング、ボクシングの会場作るリング作ってさ、赤コーナー天霧拓馬みたいな感じでやるんかな。めっちゃ当たるやん。拓馬の考えそうなことだぜ。ホントにバトラーだぜ。その時教室の扉が開く音がした。言わないのか。ああ、ユナ先生だ。え、なんでこのタイミングユナ先生、しかもなんかちょっと困り顔。あ、ユナちゃん。お、何小川先生、何小川先生だったっけ。ユナ先生の名字知らん、覚えてないけん。たくまの声に毎回笑う。もう特徴的な声ですよね。俺もそう思ってこういう喋り方にしてるけど、たくまっぽいっちゃたくまっぽいと思う。ちょっとユナ先生で言おうとしてるやん。双星先生、ユナ先生って下の名前でちょっとワンちゃん下の名前で読んでもいいかな。いや、ちょっとまだ早いな、やめとこうって感じでさ、名字で読んだろ今。ちょっと好感度アップでさ、下の名前読んで、あわよくば喫茶店に一緒に2人で行きませんかみたいな流れ作ろうとしてるな。双星先生ちょっと奥手ながら頑張ってるね。入ってきたのはユナ先生だった。そして入ってくるなりたくまに呼びかける。天霧くん大変よ、あなたの推したカレー早飲み大会が炭酸フルーツ屋に逆転されているわ。何の戦い。すごい戦いだね。カレー花読み大会バーサス炭酸フルーツ屋。カレー早飲み大会ってさ、出し物じゃなくてさ、イベントだな、もう。すげえな。なんだと、あいつはしくじったのか。意味不明なやりとりがされ、たくまが教室を飛び出していく。もう前の人間の完結を待たずしてさ、たくま、勝手に来ては勝手に去ってくる、やめてくれない？面白い。それを見送ると、ユナ先生がふーっと息をつき、双星先生に話しかける。ごめんなさいね、お邪魔しちゃって。いや、俺は全然いいです。ユナ先生のその笑顔が見れただけで僕は幸せです。もう幸せすぎてもう5年ぐらい寿命が伸びたと思います。いや、こちらこそ一番寿命が伸びたのは双星先生。多分50年ぐらい寿命が伸びた。 あカレーは飲み物なんだ。なんか大食いのさ、元祖の大食いのタレントでもの人も言おったもんな、カレーは飲み物って。だからといってさ、自由すぎる校風だからといってこんなことがあってもいいのか。面白いからあってもいいです。ユナ先生は苦笑いを浮かべると教室を出ていった。何だったんだ一体。秋に捉えているとマナックがこそっとつぶやいてくる。ね、双星先生ちょっと違うでしょ。ああ確かにそうかも、笑顔になってる。何この笑顔。何があったんや。朝から女の子の女子高生のパンチラが見えた時の男みたいな、いやらしい男みたいな、そういうすがすがしい顔してんな今の双星先生。二人の関係も気になるけれど、たくまのクラスの担任はユナ先生だったのか。羨ましすぎる、たくま羨ましすぎる。ユナ先生担任やってるんだね、羨ましすぎる。ですね、ユナ先生、双星先生とチェンジお願いします。あの人も苦労してそうだ。さて、嵐が去った教室でシリクが何事もなかったように口を開く。もう自分に都合の悪い部分は全部スルーできる、そういうすごい人材だセリカちゃんは。執事喫茶と、もう執事喫茶のことなんか忘れてたわお前。執事喫茶って女の子か、 BL 好きの女の子が勧めたんやな。もう誰が勧めたかも一瞬出てこんかったわ。上がった案黒板に書いていく。平然と勧められるあたり、さすがにたくまの行動には慣れてるってことかな。他に案のある人は。するとコホンと咳払いが聞こえ、常が手を挙げる。お化け屋敷よ。ん、どうしたの酒井くん。
案があるならもっと大きな声で言わないと聞こえないわね。わあ、セリカ様の、セリカ様のちょっと周知プレイを始めようとしている。大声で言わないといけませんみたいな感じで言ってさ、みんなに注目を始めてさ、その注目でさ、恥ずかしいって気持ちさせるっていうセリカ様の周知プレイが始まったぞ。みんなもう常は多分ド M のタイプの人間だから、これはだいぶ効くぞ。絶対わざとやってる、頑張れっつね。お化け屋敷はどうかな。却下、でも却下。セリカ様のこのもうあっけなく却下切り捨てる、そのあたりもド S っぷりが素晴らしい。セリカ様、なんでだよ。去年どれだけのクラスがお化け屋敷をやったと思ってるの。定番だからね。新鮮味に欠けすぎているし、なんとなく盛り上がるだけで終わるのは面白くないでしょ。ゾンビとかヴァンパイアとかの仮装したかったそれハロウィンだよ。意気消沈する常。なんというかどんまい。それじゃあ私からも一つ案を。なんだ、司会自ら案を出すとか。なかなか手の上がらない様子を見て、セリカが真剣な顔で提案する。あ、セリカちゃん、そういえば和の文化が好きだったな。そっち方面から何か出すんかな。大相撲はどう。大相撲セリカちゃん、和の文化、国技やとは国技とはいえ大相撲。セリカちゃん、なんなん、そういう趣味あったの。結構そういう趣味あったの男と男のぶつかり合いみたいな、裸のぶつかり合いみたいな興味あるタイプ。セリカちゃん、意外、ザ意外。男子が相撲を取り、それをいろんなお客さんが観戦することで日本文化の良さを知ってもらうというものよセリカちゃん、ちょっとなんかずれてるな。悪いことは言ってないんやけど、なんかずれてるな。相撲はいいわよ、あの男と男のぶつかり合いあかん、俺セリカちゃんの中でちょっとセリカちゃんのに対してのちょっと見方が変わってきたわ。なんかちょっとこの子ずれてるわ、可愛いけどずれてるわ。たった10秒足らずで決着がついてしまう儚さ。うっとりした顔で相撲の良さを語り始めるあ、ねえ、セリカちゃん、その笑顔でさ、ちょっと常に対してもちょっと接してあげた方がいいんじゃないかな。俺ちょっと常小なり大相撲になってしまっとるよ いいと思わない。クラス全員に向けて問いかけるセリカ。さあクラスのみんなはどんな反応するかな。一瞬の沈黙の後、お、なんか面白そうだな、それで行くか。なんで双星先生が食いつくのだ。じゃ待って、先生決めるの早いから。マラカが慌ててストップをかける。男子はいいかもしれないけど、女子はほとんどすることないじゃない。いや、男子もさ、裸でさ、ぶつかり合いってそんなにしたがらないような気がするんだな、俺は。せっかくなんだから、みんなに楽しめるものにしたいよ。俺だけ良くないぞ。何が楽しくて男同士で裸でぶつかり合わないといけないんだ。同感だ。クラス内から反対の意見が多数上がる。当然といえば当然だろう。俺も学園祭で相撲は取りたくない。まったくこの国は自国愛がなさすぎるわどの立場で言ってんだあんたは成果が肩を落とすと意外なとこから手が上がる。仕方ないな。なら、それなら俺が誰もが納得する案を出してやろう。どうした、双星先生、意外と先生らしいことを言う時が来たのか。網タイツ相撲はどうだ。え、はいさっきまであんなに笑顔だったセリカちゃんがキョトンジュし始めたしさ、その隣でさ、マラッカちゃんですらさ、え、何それ、おかしいよみたいな顔になっとるからね全員いろんなタイプの網タイツを着用して相撲を取る。もちろん女子同士もありだ。これなら男子からも文句が出ない上に、女子もちゃんと参加できるぞ。いや、それさ、巻き込んでるね。
男子だけでよかった生贄が女子も巻き込んでるねこれ。なるほど、それなら問題は全てクリアされるわね。いいんじゃ、セイカちゃんでにはありなんじゃ。いやもう国技もう国の雰囲気ぶち壊しになってきてるよ。アビタイツで相撲って。いやそれちょっと俺相撲バカにしてるような気がするな。されるか、なんかもうカオスしかないよ。あ、しまった、我慢できずに声を上げて突っ込んでしまった。おう、すまんな白井。そうだな、真面目に考えないとな。ほら真面目に考えろ。フライハイト学園は今日も平和です。あー、こういうゲームの女の子ヒロインキャラってさ、なんでこう美人なのにどっかおかしいところがあるんだろうなってちょっと思ってきております。